いてあるから違うのかな。ちょっと他も見てみよう。ちょっとライフル見てばるやん。見てばるやん。ババンバリア。ババンバリアゲイティエッサニン。バナニ。バイエアポート。いや、バナニ。バナニ。I want to go バナニ。バナニ。おや。バナニ、エアポート。カウントナンバー12。Just airport? エアポート。カウントナンバー12。Okay, go airport. カウントナンバー12。ナンバー12。パチッ。できるのではないか。Do you want to go banani? Banani? No. They have to go by road. No? Okay, stop it. No stop? No. Okay, then go airport. Airport, airport. How much? 45 taka. Okay.チケットは買ったんですけど、やっぱり行きたい駅には止まらなくて、空港までしかないんですよ。で、まあ空港の方がまだ近いから、空港行ってそこからまた何かタクシーなりトゥクトゥクなり拾っていく感じにしようかな。多分ね、これ要は空港までのエクスプレスシティリンクなんだよね。で、空港までノンストップなんだよ。まあしゃあないか。このね、やっぱ交通の便がいまいち良くないのはね、観光しにくい、バングラデシュが観光しにくいポイントの一つかな。特に検察があるわけではないんです。問題は何番線に乗ればいいか全然わかんない。表記変わるんだっけ、なんて書いてあるのかなと思って Google 翻訳かけたら、チケットなしでは入場できませんって書いてあって、いや行き先教えてくれよ。生命の危険を冒して列車の屋根、緩衝材、プラットフォームで移動は避けてくださいそうじゃなくて行き先を教えてくれで、聞くのが早くてプラットフォーム7って話でした。7行こう5、6、7。あ、でも、It's okay. It's okay. おお、すごいすごい。いろんな物売りが来る。水だけじゃなくて絵本とかうちわとか、なんかちょっと取り損なっちゃったんですよ。あれは絵本かなんか売ってます。今通り過ぎてった人はサングラス売ってます。あ、そしてなんか扇風機回らないかと思ったら扇風機回り始めた。よかった、頭の上に回って涼しい。ちょっとだけ待ってアイスクリームって言ってたかな。黙れ。আই ঠান্ডা পানি আছে 240 টাকা এক এক পিস করে বাজারে যাবে 40 টাকা
調理器具を売ってるんだ。今度何でも売ってるじゃないですか。この状態で空港まで行きます。ちゃんと検察も回ってきましたね。切符を拝見して、まあ、この場で買ったり切符をチェックしたりしてるので、やっぱり行きに乗ってきたやつはなんか貨物車に強引に乗った感じなのかな。降りるよ。降りるも大変だな。しかも乗る人もいっぱいだな。すごいし煙いし、なんだこの煙のは。駅に着くと窓から物を売っていると。なんか昔の日本もこうだったのかもな。いやーでもすごいな本当に。我先にと乗ろうとしてる。みんなちゃんと降りる人は降りれたのかな。やっぱり天井に乗る人まだいるんですね。そして乗れんのかってぐらい一生懸命中へ入ろうとして大変だこれや。駅降りてトゥクトゥク物色してたら、うわーっと集まってきて、まあ何いくらって言ったら300から350から始まって300、250で200って手を挙げたお兄ちゃんいたので、彼にしました。それ撮っとけば、それをビデオ撮っとけばよかったな。なんかもう急に価格交渉始まったからビデオ回す暇がなかった。失敗した。いやでも全然言葉通じないけど、エリア名とあっちだこっちだ指差しでなんとか行けるのはやっぱこの Google マップのおかげだね。やってきました。あ、ケンタとかあるじゃん。やっぱ全然ちょっと全然ってことでもないけど、やっぱ雰囲気違うね。こちらの方はまあいわゆるハイクラスというかアッパークラスというか、外国人の駐在の人とかも住んでるエリアらしいです。あれシェラトンじゃん。そっかそっか、シェラトンがあるぐらいだもんね。そりゃすごいわ。街に信号らしきものはないんだけど、どうやってやってんだろう。よいしょ。あ、警察官が止めてんだ。手旗信号だ、いわゆるね。はい、というわけでホテル移動してきました。今日まで泊まってたところよりも高いは高いんですけど、1000円ぐらいしか違わないはずだな。1泊5000円ぐらいになるはずなんですよ。っていうのもね、定時がドルになってて、そのドルをタカに直して、でタカで、クレカ決済になってるんで、ちょっとブッキングドットコムで出ていた値段っていうか、ブッキングドットコムで出ていた日本円の値段とちょっと変わってくる可能性あるんですけど、それでも1万円ぐらいなので、多分1泊5000円弱ぐらいになってると思います。しかも、シングルルームいっぱいなので、キングベッドのお部屋にしましたということで、ちょっと広めのお部屋になってるそうです。ありがたいね。なんかもう航空券キャンセルになって、欠航になって、帰れなくなって、もう心がすさんでるところへホテルはね、少しでもいいとこ取りたいね。しかも冷蔵庫もあるし、お湯もあるから、どっかでカップ麺も買える。はい、お茶とかも入れられるよということで、お茶ブラックティーもありました。お手洗いはこんな感じ、洗面台があって、バスタブこそないですが、いい感じだね。しかもね、フロントの人とかすごい親切で、部屋もなんか一緒に荷物持って一緒に来てくれて、さらに部屋入る、ま、その部屋チェックインする前に一回部屋をその大きくして、大きくするんだけど確認してって言って、部屋も最初に確認させてもらえたりとかして、めっちゃ対応いいですね。
やっぱ下町のホテルとまたちょっと違いますね。あそこでも壁紙剥がれてるかな。あ、エアコンも効いてるし。ああ、ここで、今日が5月2日、帰りのチケットが4日なんで2泊して日本に帰れるといいな。Wi-Fi は下りが約 19.48、上りが7なので、インターネットのスピードは今日まで止まってたホテルの方がいいな。そういえばこのホテルは1階がロビーで3階は301、4階401ってなってるんだけど、要はグランドフロアがないからこうなってるみたい。なんかこっちのエリアはちゃんとエアコンが効いてそうなお店が多いや。まあ、昨日というか今日までいた方が下町なので雰囲気としてはあっちの方が楽しいけどね。まあやっぱ全然ちゃうんだね。しかしピー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 プー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 うるさいのはどこも一緒だな、ね、こんなおしゃれなブティックとかもあって、光ってて見えないかな、寿司サムライだって。なんか Google マップ見ると日本食のお店も結構この辺に。ここの4階か、あ、なんか居酒屋市とかいうのもあるな。ここだ、アロイドグリル。あ、肉痛くなっちゃってさ。はい、お疲れ様です。けどワンパソン、こっち着いてからなんかちゃんとしたレストランっていうか洋食屋さんですね。ステーキ食います。スターターがあって、スープがあって、なんかパーティーで山盛り肉みたいのもあるみたいですね。なんかハンマーとかいうのもあるもんね。 1.8kg だ、1800g。 まあ1人なので今回はこれにしてみました。 300g、 1165高で。ドリンクなんですけど、まあこういうお店だからビールがあるかなとも思ったんですが、やっぱないですね。モクテル、あのアルコール抜きのカクテルとアイスティーと、まあ、あとはソフトドリンクって感じです。お店はこんな感じでウエスタンな、まさにステーキハウスっていう感じの内装です。前菜的なのかな。スープが出てきたんですけど紙コップですね。あ、スープだ。何スープって言えばいいんだ。あの結構辛いとか胡椒効いてる。これはこれでうまいんだけど、紙コップはちょっと雰囲気出ないね。きたー、お肉 300g だからやっぱ結構な量あるね。あとご飯とマック&チーズって何かと思ったらマカロニチーズだった。先生、ガーリックアンドソース。あ、オッケー。ミディアムにしてみた。焼き具合はどうかな。肉だ、赤身の肉だ、うまい。牛肉はサシが入ってないのがうまいよね。マカロニもチーズがたっぷりかかってる。あ、グラタンみたいでうまい。もうずっとバングラデシュ料理というかカレーとかビリヤニばっかりだったんで、ちょっと飽きてたんで。うまい。コーラの第2杯とステーキで2200かな。おお、さすがに朝ごはんもこっちのホテルの方がいろいろありそうだと思ったけど入ってないや。ここまでか。サンドイッチ、野菜、
morning. 702? Okay, thank you. あとはパンとかチキンカレーと、まあ、チャーハンみたいなやつ、あと野菜炒め、カレーと普通に炒めたのかな、あとパンを焼いてきました。イスラムだから豚肉を食べないので、ソーセージだとかハムだとかそういうのがないのはちょっと寂しいかな。あとゆで卵だけだったな。卵焼きか目玉焼きの方が良かったな。まあ朝食付きなんでありがたくいただきます。